えー、今日の「アンクル旅」トークお送りしていきますえー、6時からですね今日はですねちょっと真面目な話をしたいと思います福祉福祉に関する話ですねちょっとねまあなかなか話難しいから言いたくないけど 直結する、今からね、直結する話なんで、やっていきたいと思います、まあ。日本と他の国のことについて、比べながら行きたいと思います。すはい。 はい、サイグスヨチューらナビラ、清のダンクル旅トーク、今週もお送りしていきます。今日はお一人、一人ですね、やっていきたいと思います、えー。最近暑いですね、先週から。もう暖かい通り越し暑いっていう感じになってて、な、ま、す、あ、けどもなんか来週から寒くなるらしいんで、ちょっと体調気をつけながら、ね、また一週間頑張っていきましょう。じゃあ今週ですね、ちょっと今日は真面目な感じで、ちょっと福祉のことについて、まあ日本と、あの、外国の国の 違いね、ついて話していきたいと思います。今週も30分間お付き合いください。はい。えー、福祉ですね。はい。はい、<laughs> ちょっと硬い話だけど、まあまあ、ちょっと、あの、まあ、俺もそこまで詳しくはないんですけど、なんか海外の人から聞いた。 福祉の話と、あとちょっと日本との違いを話しながら、うん、ちょっと、まあね、違いというか、そうすると国民性も変わってくるので、ちょっと面白いかなと思うんで、えやっていきたいと思いますね。はい、えー。え、万事見てくれてありがとうございます。はい。うん、この前ね、お店来てくれてありがとうございます。あ マジありがとう。はい、またお待ちしてますね。はい。いやもう今日も相変わらずのね、原稿なしのフリートークで行 <laughs> って言いきたいと思います。ゴー はい。今日のランクル旅ト,トークお送りしております。えー、冒頭でも話したんですけど、今週はですね、まあ、福祉、社会福祉について話していきたいと思います。えっとですね、まあ、昔あの、世界出資した時にですね、あのー、ちょっとあったスウェーデンの方がいまして、でまあ、ちょっとその時、まあ、お酒飲みながら話したんですけど、なんかあの、スウェーデンってあの、昔ですね、あのか、か学校に習ったのが、ゆりかごから、あの、墓場まで、 って言われるるぐらいいい福祉が充実しててててっうを聞で、まあ、どういうぐる、どれぐらいかっていうのはちゃんと勉強しなかったんでわかんなかったんで、どれぐらいなんだろうと思って、ちょっとね、あの、お酒飲みながらちょっと話し,したんですけど、で、あちらも、まあね、共通語英語、こっちも英語で、俺、そ、そこまで英語わかるわけではないんですけど、身振り手振りで話した、話なんで、もしかしたら、 途中ですね、ちょっと変わってる可能性、ね、間違ってるところもあると思うんですけど、ちょっとその時の話した感じで話していきたいと思います。えー、そのスウェーデンですね、よく福祉国家って言われてるスウェーデン、どれぐらい福祉がすごいのかっていうので、まずはですね、医療機関のことの話ついて話しました。どれぐらいなのって聞いて。で、一応、あのー、まあ、スタンダードな医療ですね。まあ、まあ、大体も無料って言ってました。で、 まあ、あの、先進っていうんですか、癌とか治療とか、そういうのとかですね。あとは、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 敗者、敗者というか、歯科系ですね。それは、あの、お金がかかると。うん、で、まあ、基本的な、まあ、疾患のものかな。ソルコまで風邪とかは、まあ、ほぼ無料って言ってました。でですね、ただですね、まあ、ちょっと、まあ、無料って聞いてすごいなと思うんですけど、ちょっといろいろ、またそこも、 問題があって、日本だとすぐ病院行けますよね。はい、まあ、あの、かかりつけ医今今では。まあ、あ総合病院行っても、まあ、1時間、2時間待てばできますけど、あそこはすぐ病院行っても受け付けられません。まず予約必要です、電話。予約して、まあ、本当に急病だったら3日以内に、やっと診察受けれるらしいんですけど、<は>でも3日以内ですね。まあ、3日ぐらい渡されると。 ほぼ救急ね、本当に、本当に死にそうだったら、なんかあるのかな。でも、救急車もお金は無料だったかな。でも、すぐは来れないらしくて、日本みたいに簡単に電話で来るわけでもなく。で、あの、ちょっと専門医に電話で口頭で話して、本当に救急性が必要な場合は、見れるけど、これも3日以内で。で、例えば、命に関わらなかったら、たいその、ちゃんとした病院で見るまでは、 3ヶ月以内に見れるって感じですね。なので、まあ、なんか、あの、ね、あっちで病院に、ね、医者に、医師に会うってことは、まあ、例えば、あっちのなんか冗談の話で、なんかね、スウェーデンの首相に会うぐらい難しいよっていう、うんなんか冗談があるぐらい、えー、結構医師に会うのが難しいらしいです。はい。で、まあ、あの、簡単には会えないと。うん、日本みたいに救急車運転すぐ病院に連れて行ってくれるっていう、そんなサービスはないと。うん 無料だけど、そういう感じで。で、なんでそれなるかっていうと、あの、あっち、スウェーデンですね、個人の子というのがすごく強くて、あのー、なんで病、病気なのに医者が治さないのっていう考えは日本人としてはあると思うんですけど、あの、あちらとしては医者も人っていう考えなんですね。はい。なんで医者も医師もですね、週40時間勤務って決まっています。おお<ー>なので、 日本みたいにいつでも救急で受けれるって場合ではないです。例えば日本の場合だと医者例えば過労のね、あの問題でなんかそう、うつ病になってなんかね、うん、ちょっと命を絶った人があったりとか結構いろんな話が出たりとか、すごくあの医療崩壊が起き始めたりとかやっぱあると思うんですけど、結構そこもスウェーデンは医者も人なんだよ。 だから、できるときしかやらないよっていう考えですね。これはまた日本と違って、全部無料なんだけど、そういう制限があると。なので、例えば、スウェーデン国内で本当に病院に行きたい人なんかは、あの、隣の、近くの隣の国のドイツ行って受けるとかですね。ああ全額払ってもすぐ受けれるとか、そういうところに行って、フランス行ったりとか。 そういうところで医療を受ける場合が多いっていうのを聞いてました、本当に緊急の場合は。うん、あのまあね、いい面、悪い面、どちらもあるなって感じで、うん、で日本の場合は、あのなんていうんですかねあの、患者さんに医師が奉仕するっていうのがすごく強いというか、あの依存性がちょっと強い高いのかなっていう感じはしますね。うん まあこれは良い面でもあるけど悪い面でもあるし、先ほど言った悪い面で言えば、もう医師はもうずっと過労で、すごい長時間働いて、給料はいいけどすごく長時間働いてるっていう、もう体を医者なのにから壊すっていう感覚があるっていうのが、まあ悪い面と、まあそうですね、良い面とっていうところで、なんかそういうのがあるって言ってました。で、ですね、あとはですね、その、学業の面も聞きました。 学業。学業はい。学校ですね。はい、小中高、大学、大学院。うん、まあ、専門学校含めですね。無料です。大学も無料です。大学院も無料です。はい。はい。日本では、まあ、中学までは、かかる、まあね、まあ、教科書も、もう、かからないのかな。で、まあね、でも高校からいろいろ学費もかかりますね。はい。あっちは教科書も全部無料です。 で、なおかつですね、あの、日本と同じ、まあ、少子高齢化ですか、うん、進んでいるので、あの、今からですね、医師、看護師、介,介護士が、もう、急務必要なんですね。で、そこに進みたい方、そこの大学とか専門学校行く方ですね、まず学費無料です。はい。プラスですね、あの、契約があるんですね。 で、その契約何かっていうと、その、大学とかを卒業した後に、その国内で必ず働くっていう契約があるんですよ。<ー>それをすると、毎月、まあ、当時に、今もっと上がってるかわかんないですけど、毎月30万円ぐらい国からもらえるらしいんですね。これは生活費として、バイトしないで、これで勉学に励んでくださいね、逆にもらえるらしいんですよ。<ー>で、 やっぱりはその医師なりたい。はい、あの、例えばおじいちゃんおばあちゃんが大好きだから看護師なりたい。うん、そういう志持った人はなりやすく。また、その、あの、給料もすごく体を動かすところは人は高いらしいんですね。例えば、まあの、まあ、役所とか事務作業する人は安いと。例えばそういう体を動かす。例えばご、なんかゴミ収集する人とか、そういう 大変な仕事をする。まあ、汚い仕事というか、そういうね、大変なことをする方の給料は高いらしいです。<ー>でちゃんとその地位と給料もすごくある。っていうことでした。すごくだから、例えばの日本の方でも、まあ、全部ではないんですけど、結構よく聞くのは、介護、すごいおじいちゃんおばあちゃんとお年寄りの方好きで、介護になって、<ー>でもすごく労働、すごい過酷な 仕事の割には給料も安くてっていう感じで、うん、結構それでも2、3年頑張るけども、挫折して辞めていく方が多いっていうのはちょっと話聞いたことあって、でも、そういう方はもうほぼいないらしくて、ちゃんと手厚い、あの、なんていうんですかね、手当があるってことですね。で、あの、その、すごくいい面で聞こえるじゃないですか。はい。 だけど、これもまた、ちょっといい面もあるけど、悪い面もあって、はい、ですね。この悪い面は何かというとですね、この手厚い福祉ですね、はい、を受けるためには、あの、めちゃくちゃ高い税金を払う必要があるんですね。うん、で、これは税、高い税金を払った人しか、その福祉を受けられないってことですね。と、うん、いうことは、裏を返せばどうなるかというと、高い税金払えない人は、 病院も行けないし、学校も行けないです。これはもう、税金払ってないよねじゃあ、行けないよねうんってことですね。で、あの、ちょっと、まあ、あの、日本の方も福祉とかもすごくいろいろお金かけてて、あの、多分、スウェーデンと同じようなことをしようと思えばできるぐらいに予算をかけてるんですよ。うん、だけど、やっぱできてないところあるじゃないですか。なん、はい、で,でかというと、日本は払えない人も、 みんなで助けようよっていう感覚ですね。うん、だから、これは多分国民性だと思うんですね。払えないから見捨てる。うん、れば、払った人は手厚く蹴れるっていうのが、まあ、その、こを大事にするスウェーデン。でも日本の場合は、払えない人もみんなで助け合おうよ。手に、手で取り合おうよっていう感じでやってるからこそ、その、ね、払ってる人の、そういう福祉面は充実してない。はい、そこまでスウェーデンほど。 っていうところの違いっていうのがあって。でも、先ほど言ったけど、やっぱこれ国民性なのかなと思って。ね、払えないからお前学校行くなとか、病院行くなって、やっぱ、ね、言えないじゃないですか。はい。ね、やっぱみんなで助け合おうよっていう感じがあるんで、そういうところが、あの、その、子なのかなっていう、あって。で、またなんかちょっと掘り下げたなしで、なんか、 ちょっとそれで興味あって、ちょっと調べたんですよね。スウェーデンの社会復讐度とかそういうことですね。で、外、ちょっと面白いことがあって、例えばですね、企業を働きますね。あの、会社、まあ、会社勤めます。はい、で、まあ、日本だと、まあ、その、まあ、税金も払って、やって。うん、で、一応、例えば、会社働きました。で、辞めますって時に、退職金っていうのが出ると思うんですけど、はい、スウェーデンは出ないです。うん。企業は。でも、その代わりですね、あの、 会社の方はですね、給料の、総資金の約3割を、その、国に納めるんですね。例えば、社会福祉みたいな感覚で。はい、日本だと、大体、まあ、個人で収入7%ぐらい払うんですけど、で、会社は半々として10%ぐらい払うんですね。はい、だけど、あの、スウェーデンの場合は大体約3割払います。総収入の。うん、で、この、例えば、退職しました。失業手当とか、そういうのは、 国からもらうって形になるんですね。<ー>なんで、あの、スウェーデン国民は、すごく、なんていうんですかね。まあ、裏を返せば、国をすごく信用してるというか、企業よりも国を信用してる。だから国に対してお金を払う。で、福祉を受けるっていうのが成り立ってる。っていうところがあるみたいです。うん、なんで、ちょっと面白いなと思って、また、全くちょっとまた日本と違う。まあ、日本も国、ね、国がやっ,ぱやってくれるところもあるんですけど、はい あの、やっぱり会社も負担しないといけないよねっていうところもあるけど、うんうん、それは全くなくって感じで。で、あの、その、ちょっと前、ねあの、コロナかもあったんですけど、はい、その頃も、あのスウェーデン国内はですね、ロックダウンを行わなかったそうです。あ、そうなんですか一応、高齢者施設には立ち入り禁止とか、はい、一応50人以内の異常の集まりはやめようっていう、ロックダウン時期ですね。それでも、 例えば飲食店の営業は席は離してっていうのだけやって営業もずっとしてたらしいです。はい、だけどこの欧米の中では死者はまあ少なかったそうですね。<ー>で、これはもう各個人個人で気をつけてねっていう。まあ、ただちょっとあの移民の方の死亡者多かったっていうのがあったらしいんですけど、<ー>まあこれもまあそのことして自分のことは自分でするっていうところの考え方がやっぱ 強いからこそ国も任せてるっていうか、国がもうこれ知れっていうことはなく、なんか個人個人で気をつけてねっていう考え方をしてたみたいですね。うんっていうのよって、なかなかまたちょっと日本とは違う。まあ日本はまあ、まあよく過保護と言われるけど、まあそれほどまあ国が守るっていうか、はい、のでまあそのね、例えば飲食店にはもう営業しないで、なんかその給付金を上げたりとかそういうのをやったりとかしたんですけど、それもなく、 全くそれしないで、個人でやってねっていう感覚をしたらしいですね。うん、で、またその医療関係なんですけど、ちょっと面白いのが、面白いってかまたちょっと日本と違うのかなって思うのが、あの、結構、なん例えば就活というか、ケアの方が緩和ケアが主流らしくて、はい。例えばですね、あの、もう、自分でご飯を食べれないとか、寝たきりの方とかいますよね。はい。で、そのなんか、例えば、まあ日本だとその栄養を、 まあ点滴でしたりとか、例えばお腹のちょっと穴を開けて、そこから栄養を入れるってやるんですけど、うん、これは全くしないんですね。はいうん、あの、食べれなくなったら、もうちょっと言い方悪いんですけど、まあそのまま、もうね、うん、もうね、なくなるっていうか、うん、もう仕方ないよねっていう考え方らしいですあそれ、まあ。それも含めて緩和ケアっていう感じですね。あの、まあこれがいいか悪い,いかも、まあ、この、まあこれはもうその、 ね、人権とかその国の文化とかもあると思うんですけれども、あの、これですね、あの、本当に国民性とか考え方なのかなと思って、食べれなくなるんだったらもういいんじゃないみたいな <laughs> 感覚で。で、まあ日本の場合は、まあ、その、ね、例えばその、意識がなくなっても親族がやっぱ活かしてほしいって言ったら、まあ意識なくても、やっぱりその英雄をやって点滴で、ね、ずっとあの、 できる限り生きてもらうっていう感覚もあるじゃないですか。はい、で、それを例えばこれを止めるときも必ずね、あの、同意が必要でとかあるんですけれども、うん、あの、そうですね、こういう考え方ね、この、例えば死に関する考え方とかも全く違うなっていう感じがあって、うん、なんか本当にまたね、 まあ同じ先進国ではあるんですけれども、全く違う考えだなって思って、ちょっと、面白かった。面白いというか、ああって勉強になって。でも、まあすごい、末でもいいんだけど、まあ、日本式でいいのかなみたいな。ん <laughs> なんかね、なんだろう。ちょっと、なんかもうね、い なんだろうね。もう自分で食べれない人はもう死んじゃっていいっていう考えっていうのもちょっとなんか寂しいなって思ったり。うん、まあまあね、まあ無理に行かせる状態もどうかなって思ったりはするんですけれども、うん、ケースバイケースかなと思うんですけど、なんかちょっとそこら辺もなんかすごく考えさせられるなっていう感じでしたね。本当に。なんかちょっと、うん、いろいろ、なんか、 まあ、おも、面白いっていうか、本当に国が違うと、そこまで違うんだなっていう感じがあって。なんかね、ちょっとごめんなさい。今日はなんか、今週はね、ちょっと真面目な話になってしまったんですけれども。いえいえ。めちゃめちゃ面白い。面白いですかはい。<laughs> そうそう、そんな感じで。で、まあちょっと、まあ話がちょっと少しだけ変わるんですけど、はい、あの、ちょっと前にですね、まあ去年なんですけれども、あの、お店の方に、あの、大学生、留大の、 医学部の学生さん来てて、はい、まあちょうど6年目で今度国家試験を受けるってことで、はい、で、これで毎,毎日も週に3、4回ぐらい来て勉強したんですね。はい、で、まあ、休みの時休憩の時に、その方はタバコ吸うんで、テラスの上で休憩の時に、まあ、ちょっと自分暇な時話して、今どんな勉強頑張ってるとか話して、で、まあ、雑談からちょっといろいろ話したんですけど、なんかその面白いので、例えばですね、この、まあ、医療の系でちょっといろいろ話聞きたいなと思って、 なんか話聞いたら、例えば義手ってありますよね。はい。まあ義足もそうなんですけど、はい、今義手がですね、かなり変わっていくってことで,、はい、で、どう変わってるかっていうと、昔ですね、義手はですね、なるべく人間の手に近い感じに,に作られてたらしいんですね。はい。他のね、あの、バレないような感じなうな。はい。でも今はですね、なんか機械のような義手が流行ってるらしくて、はい。あの、鉄でできたような、はい。もう何て言うんですかね。 もうターミネーターみたいな義手みたいな、はい、なんていうんですか、はい、そういう銀色の鉄っぽい感じな義手が流行ってるらしくて。逆にそれのブルートゥース内蔵で、はい、これでドローンを扱える機能がついてるやつもあったりとか。はい、なんか、なんかですね。あの、逆に義手がかっこいいみたいな。はい、回すね。なんかそういう感じに変わってきてるとか。 例えば義足もそうなんですけど、例えばそのパラリンピックでも、すごくバネみたいな感じで、はい、あれで走ってる人も速い人もいたらするし、はい、まあ,あれも多分すごい走るまではバランスとか体感大変だと思うんですけれども、それをやったりとか、そういうのがあったりして、あの、例えば今までやったらハンデだったって思われてるのが、逆にそれを、なんていうんですかね、すごくいい、か逆にかっこいいって思わせるのが増えてるきてるってことで。そうですよ。はい、陸上の400メートル、はい、あの、健常者の400メートルよりも、はい、 あの、実は、あの、パラリンピックの400メートルの方は記録が早いあ。あ、そうなんですかえあ、あの、義足の、あの、あの、<え>バネみたいなやつあ,、はい、あ、あれの、あれの方が早いんですか、はい、やばいですねで。<laughs> 膝下からの記録なんですけど、膝下がないだけでも酸素の消費量が違うんです。うん、ええー、?400 メートルっていうのは、はい、唯一短距離走の中で無酸素運動が続くのは300メートルまでなんです。はい、あ、はい。 で、唯一有酸素運動が入ってくる短距離種目なんですよ。ええー。そこの感覚を少し伸ばしきれるので、はい。実は400は義足の方が速くなる。義足があ、じゃあもう、例えば世界、ね、まあ、例えば、ウサイン・ボルトーだったかわかんない誰かな、はい、あれ200メートルかなまあ、例えば、その400メートルの、はい。あの、世界記録保持者と、はい。そのパラリンピックの世界記録保持者がやると、まあ、下手したらもう本当にパラリンピックの人の方が,の方が速、はい。 すごいっすね。<laughs> えー、逆転現象が起こり。弱現象。あ、はい、そっか。でもなんか、そうなると、なんていうんですかね、ちょっと、まあ、例えばですよ。まあ、何かあって、事故が起こって、病気になって、はい、ね、例えば、切断する可能性もあるじゃないですか。はい、それで悲観になるだけじゃなくて、はい、逆に、ちょっと、逆にそれでパワーアップしたっていうか、はい、感じでやったら面白いのかな。か夢はありますよね。そうですね。で、そういうところで言うと、例えば、視力、聴覚、 嗅覚、味覚とかいろいろあるじゃないですか。はい。その中でいろいろなんか再現されてるらしいんですよ。例えば聴覚っていうのはもう補聴器っていうのが、はい。まあ、耳に聞こえづらい人でも聞こえるようになるってあるじゃないですか。でた、はい、で、ただ視覚も全く目が見えない人でも、かすかにぼんやりと、視覚が見える、はい、なんていうんですかね。そういう機械を入れれば、ぼんやりと見えるのまでは来てるらしいんです。そうですね。明るさとか、その物の形とかが少し見えるよと、はい。眼っていうのが今もう開発され始めてるんですね,、はい、ますね。で、それ、その中で味覚っていうのがあるらしくて、はい。 味覚で、なんかもう、これはもう、知見段階に入ってるらしいんですけど、あとは多分1、2年後には出ると思うんですけど、え塩味を感じるスプーンがあるらし、はい。わ、はい、かりました。わ、は、ま、いはい、なんか、これね、微量の電流が流れてて、はい、あの、ちょっとこれで食べると、まあ、照りには痺れないんですよ。はい、もう全手には感じられない微妙だけど、これを口に入れるとスプーンで食べると、舌、はい、の粘膜の塩気を感じるってことなんで、はい、例えば高血圧とか塩分を、はい、 制限しないといけない方な、うん。人に、あの、普通みんな美味しくない味が薄いって言うじゃないですか。はい、だけどこれで食べると美味しく食べれるという。はい、だけど塩分は控えめにされてる。はい、でも、このビデオで、四角で、あの、塩を感じるから、めっちゃ美味しいって食べるっていう。はい、これがなんか解約されてるって言って、面白いなと思って。はい、あと、あの、最近のシステムで、はい、あの、子供が感じる味覚を再現するっていう。えー 子供が感じ味覚ですかはい、どがやってるんですけど。えー、だから、あの、大人は普通に美味しいた食べるものでも、子供嫌だ美味しくないって食べないじゃないですか。はい。あれっていうのは子供の舌が敏感なので、その敏感な子供の舌で感じる味を大人が感覚で感じれるように再現する、この液体で調整してる、えー。<laughs> 面白い。こんな風に感じるんだよっていうのをドコモさんが最近話してる、えー。面白いですね。子供の気持ちを感じれるってことなんですね。はい、なんでピーマンが綺麗なのかとか、はいね、意外なのかケアなのかっていうのも感じれるってことです、ね。あとすごいのは触覚を伝えるとか。えー、指先にセンサーつけて触ってるもののこの質感とかが、はい。はい このボール状のこの振動板触ってると、ザラザラしてるとか、ツルツルしてるとか、全部伝わるらしい、はい。これでわかる感じですね。はい、あ、そっか。その中ですね、やっぱ一番言ったのは、一番難しいのは嗅覚らしいです。あー。で、聞いたのは、鼻の嗅覚って、多分一番直結で脳の中枢に行ってるらしくて、はいはい、で、いろんな、 成分を組み合わせて、例えばこれは魚の匂いとか、これは花のな、例えばバラの匂いとか、そういういろんなのが組み合わせた匂いを記憶して、嗅覚として脳に行くらしくて、これの再現がまだ未だにやっぱ難しいって言ってましたね。と、はい、いうのが聞いて。でも、あの、これがやっていくと、例えば、 まあ、目が悪くなやっぱり、緑内障とかって目が見えなくなった人も何か入れれば義眼で見えるようになるし。はい、例えば味覚ね、ね、はい、そういう塩分とか、そういうの制限されている人も美味しく食べれるし。はい、で、これ、嗅覚もできるようになったら、できるし。ある意味、サイボーグ化、ねはい、で、ね。例えば、ね、目が悪くなったとかやったら、もうじゃあ目、新しいに入れてよ、みたいな感じで。はい、でサイボーグ化になるのかなで。これが全部実現してくると、今度は、あの、 バーチャル世界の出来事を、はい。ちゃんと自分の五感で感じることができるようになりますね。はい、これマトリックスですね。はい、<laughs> やばいですね。ちょっと面白い。VR ゴーグルって中で食事して美味しいなとか。<笑><笑>あこれも味も感じれて頭に入るって感じですね。はいはい、で、匂いも感じたりとか。うわぁ例えばテレビ見てるやつ美味しそう食べたいと思ったらこれを食べてる気になれるっていう。はい。 面白いですね。面白いですよね。これから世界楽しくなります。まあこうなったらちょっとごめんなさい。話がちょっと、ね、<laughs> 飛び飛び出したんですけど。で、今週ちょっとこういう感じでちょっと復讐の話していきました。ちょっとね、話、途中から話脱線したんですけど、ちょっとまた面白いかったかなと思って。まあ、あのー、でも、まあトータルやっぱ自分はもうそれでもやっぱ OK なんか、ね、日本ってすごくいいなって思ったし、日本国民の誇りっていうのもあるし、って感じで。まあでもまあですね、まあいいところ悪いところ、 で、ね、できればもう、悪いところはちょっと叶わしていって、いいところは伸ばしていければいいのかなって思ったところで、今週も終わりたいと思います。はい。ということで、今週も気温のナンクルタる旅トーク、ありがとうございました。ではまた来週よろしくお願いします。バイバーイ。イエーイ。ありがとうございます。 はい。ということで。はい。はい。もうね、時間見ながらね、話したら、ね、あと7分余っててどうしようみたいな。<laughs> もう、もう無理やりね、ガンとか入れてきたからね。<laughs> どうしよう、どうしよう、どうしよう、みたいな。という感じで、今日もありがとうございました。えー、じゃあ、ライブ終わりたいと思います。お疲れ様ではい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。じゃあ、これも切りますか。 し終了所ね。